W33SA は、産業電機が開発し、KDDI 及び沖縄セルラー電話の au ブランドで販売された CDMA1XWIN の携帯電話である。日本初のワンセグ対応端末として発売された。2006年夏、モデルとして新たなカラーバリエーションと PC サイトビューアーや 3D 絵文字などが追加されたマイナーチェンジ版の W33SA2 も発売された。それと引き換えに、旧機種の W33SA は、生産打ち切りとなった。外見は、凹凸のない平面の中にランプを兼ねた、ウィンのロゴがあり、側面から見ると、台形のような形をしている、至ってシンプルなデザインをしつつ、多機能なマルチメディア端末。開発者によれば、デザインコンセプトは、優しい衝撃で、 シンプルながらもインパクトかつ高級感を醸し出すデザインを追求したという。日本で初めて移動体向けの地上デジタル放送ワンセグに対応している。そのため SH モバイル 3A を一部カスタマイズしたプロセッサを搭載している。またメーカーがダブルマイナステレビ形態と宣伝している通り、合わせて従来のアナログテレビ放送も受信でき。 au 端末において、ワンセグとアナログの両方に対応している最初で、最後の端末となった。本端末は、本体内蔵のスピーカーで聴く際の音質にもこだわっていて、フロント部分に装備されたステレオツインスピーカーとスペーシャライザーの 3D ステレオ技術により、豊かな音の広がりが楽しめるようになっている。着信メロディ音源は、 ヤマハのアウジオ演技ネチップが搭載されたことにより、最大同時発音数128話音の再生が可能。3D サラウンド再生機能を備え、表現力の高い演奏を実現している。内蔵のミュージックプレイヤーとビデオプレイヤーは、イコライザー機能を備えており、7種類のプリセットから、好みの音質を選ぶことができる。PTT、ハローメッセンジャーや SD オーディオ、 FM ラジオ、GPS など基本機能も充実している。ユーザーから候補数不足などと指摘されていた日本、ご入力システムのアドバンストウンヌ V には W33 サイデアドバンストウンヌ α に変更しており、変換辞書が従来のアドバンストウンヌの約8倍の容量に拡張されたという。この機種に取り付けられているワンセグアナログ FM 共用ホイップアンテナは、 ワンセグ対応機種では唯一可通式ではない。そのため他のワンセグ対応機種のアンテナに交換しているユーザーも一部いる。AB、スーパーハブランド。ルネサスエレクトロニクス。2013年6月6日閲覧。W33SA 開発者インタビュー。ウェイバックマシン W33SA。ウェイバックマシン W33SA 充実の。 マルチメディア機能ウェイバックマシン KDDI ワンセグ対応の W33SA を開発。インプレスウォッチ2013年6月6日閲覧。ありがとうございます。